チョリース、利尻島にね、到着ですよ。はい、こちらね、ちょっとマスク気になるな、マスク右上ちょっと汚いな、白いのなんか気になるんですけど、まあさておき、月カフェさん、こちらね、利尻のね、船、漁港のね、降りたらすぐありますから、月カフェさんの方にね、こちらランチの方をね、行ってこようと思います。こちら店内です。おしゃれな雰囲気となっております。いやー、いいっすね。そこで見てください。これ、海。これ、海見ながらのね、お食事はいいっしょ。あ、新曲レンタル議員のポストも貼っていただいてメニュー表になります。これね、1枚ずつめくっていきますね、これ。いろいろ種類がありますけどね。大人気店なんでね、ソールドアウトしてるメニューもたくさんあるっていうことで。まあ、これ。雑穀米。女性に大人気の雑穀米。いや、こちらラーメンですよ。気になるね、サバのだし汁なんて俺見たことないから何これと思ってね。俺、サバのだし汁ラーメンに目いっちゃって、これハンバーガーとかもいろいろあるんですけど、いや、ちょっとね、何あれと思って。サバの出汁汁って、それにしかもう目いってないから。これ、ザンギね。利尻、コンビ入り。俺も北海道ザンギ応援大使なんでね、ちょっと気になりましたが、これ、スイーツなんていうのもね、たくさんあって、これ、おしゃれっしょ。これ、おしゃれですよ、月カフェさん。まあ、こんな感じでメニュー見て、来ました。これです。サバの出汁汁の。これ、何これって感じですよ。まずね、プースーから。利尻を感じるために、プースーからね、ずーずっと行こうと思います。まず飲んで。うわー、これは衝撃走りましたね。これまず軽くマジェしましてね。俺はまず野菜から食べるっていうのがもう鉄則ですから。まず野菜から食べてね。いやー、こちら、この麺のタイプ。この手のタイプは俺の好きな麺よ、これ。もうずずっと。いやー、感動しましたね、このラーメン。で、このチャーシューね。これ柔らかいの、プリップリの。一回で食うのちょっとね、うますぎてもったいなくて、ちょっと置いちゃったね、ステイ。もうステイしましたよ。おーね、これ。ぜひね、利尻島に行ってね、味わってほしいラーメンですね。こちらはね。まあ、そんな感じでね、続きまして、これ。これもね、雲しっかり垂らして、この海苔さんね。海苔さんをね、しっかり巻き込んで。これいいしょ。もううまそうっしょ。最高の味ですよ。これはね。はい、そんな感じでアングル変えました。さっきのチャーシュー。さっきのチャーシューをパクリといきましたね。もうね、幸せですよ。もうニヤついちゃいますね。うますぎて。はい、ずずっと。幸せとはこのことですね。本当に。はい、これ。止まりませんよ、スピード。本当に最高。はい、グッド。そんな感じで、ね、オムカレーもちょっと気になりました。これめちゃめちゃうまそうし、このふわっとろのこれ、このコラボ。これもうね、さっきの雑穀米、もうね、完璧ですよ。女性の皆さん、全国の。いやー、これは感動が走りましたね、こちらも。俺、小食なんですけど、ついついね、パクリ食べちゃいましたね。月カフェさん、もうまたね、行かせていただきたいっすね。本当に幸せな時間をね。ありがとうございました。本当にこれ。俺はパクリ。おー、幸せ。本当に月カフェさん、ごちそうさまでした。